今や日本を代表するアニメ作品となっているエヴァンゲリオン。昨今では劇場版最終作も公開され、大きな盛り上がりを見せたのも記憶に新しいところでしょう。プライムワンスタジオではそんなエヴァンゲリオンキャラクターのスタチューを数多く手掛けてきましたが、中でも大反響を得た作品が映画、ゲームなど数々の作品のメカニックデザインを手掛けるコンセプトアーティスト、ジョシュ・ニジー氏がデザインを担当した衝撃作アルティメットジオラママスターラインエヴァンゲリオン初号機コンセプトバイジョシュ・ニジーです。この度この初号機に続く第2弾アルティメットジオラママスターラインエヴァンゲリオン第13号機コンセプトバイジョシュ・ニジーがついに登場となります。早速造形を見ていきましょう。もはや神々しさすら感じさせる圧倒的迫力、息を呑みます。劇中に登場した第13号機の特徴を抑えながら全く新しい、ニジー氏の卓越した想像力によって再構築された13号機はプライムワンスタジオの造形力と融合し、唯一無二の存在感を放ちます。4本の腕を持つ異形のスタイル、携えたロンギヌスの槍の三次元的美しさ、右手を掲げ方向するかのようなポージング、作品随所から発せられるその迫力は見る者をその世界へと引き込みます。さらにオリジナルの武装としてロンギヌスの槍のデザインをアレンジしたソードなども見どころの一つとなります。そして本作最大の魅力は細部にわたって精密に表現されたメカニカルなディテールにあります。ニジー氏の繊細なデザインが一つ一つ丁寧に作品に落とし込まれた本作、スタイリッシュでありながら実在の兵器であるかのような説得力をも感じさせるその造形、重厚さを感じさせるメタリックな塗装表現の美しさもぜひ見ていただきたいポイントです。ベース部分を見てみましょう。そこには機体マーク6転じて第12使徒の残骸が確認できます。ベースの一部でありながら一つの作品として成立するほどの作り込みは圧巻です。激闘により破壊された建物は第三神道教師のビル群をイメージしており、精密なディテールは見どころ満載で作品世界をより一層盛り上げます。エヴァンゲリオン造形の新たな可能性をさらに開花させたジョシュ・ニジー氏デザインのこの一体、ファンのみならず全てのスタチューファンに手に取っていただきたい一品となっております。予約受付開始などの情報は追って SNS やホームページで告知予定となります。皆様楽しみにお待ちください。